はい。では、6番です。右の図のように、辺 AB を一辺とする正五角形 ABCDE と正六角形 ABFGHI がある、えー。こちら確認ですけど、正五角形 ABCDE と正六角形 ABFGHI がある、えー。正五角形の一辺 DE と正六角形の一つの対角線 FH との交点を P とするとき、 各 EPH の大きさを求めなさいというのが今回の問題ということになっていました。さて、えー、まずこれを理解する前に N 角形ですね、えー。N 角形の内角の和を求めるというのがありました。N 角形の内角の和を求めるは、カッ 2N-4×90 度。えー、これが公式になっています。で、そこからですね、 正 N 角形の一つの内角というのを考えます。え正 N 角形の一つの内角は N 個角化があるんですから、カッ 2N-4×90 度を N で割ればいいということですね。えー、これで、まあ、この例えば、五角形なら五角形の一つの角、えー、六角形なら六角形の一つの角というのが分かるよということになってきました。 えー、じゃあ、正五角形と正六角形がそれぞれ何度になるかというのを確認します。じゃあ、まずは正五角形から行きましょう、えー。正五角形の方の一つの内角,一つの内角は2、2×5-4×90 度を5で割ればいいということですね。えー、すると10、10-4で6黒く5分の540ですから、 1>, 1つの内角は108度というふうになりました。じゃあ、今度は正六角形の方ですね。えー、正六角形の方は2、2×6-4×90 度を6で割ればいいということですから、6分の6に12から4引いたら8。9波720度。えー、ということは、 61が六二十2一つの角が120度ということになりました。えー、そうすると、分かる角を見ていきたいと思いますが、えー、こちらはあ六角形なので120。そこに、ここのところは五角形の一つの内角だから108度、えー。とすると、えー、例えばこの角ですね。こちらの角は120度から108度を引けばいいので、 12度という,ふうに分かります、えー、こちらはそのまんま六角形ですから、えー、こちらの角は120度。えー、で今度はここが知りたいわけですけど、えー、先にこちらの三角形に注目をしてみましょう。えー、こちらの三角形に注目をすると、えー、ここ六角形の先だから120度なわけです。 二等辺三角形になっていますから、残り60度を2、えー、つで分ける形なので、えー、こちら30度。ならば、えー、120度あるうち、ここが30度ですから、こちらの角は90度というふうになりました。えー、あと1つ、ここですね、この角のところを求めたいと、えー。この角は、 えー、360度から五角形の108度を引けばいいので、252度というふうになります。さあ、今回、この見ていってるとこですけど、この部分、これ何角形かというと、1、2、3、4、五角形です。えー、五角形になっていますから、 最初に戻って五角形のここですね、まあ。こっちを求めればいいわけなので、えー、五角形なので色がついているところが540度です。で、角度分かっているところが90度と120度と12度と、それから252度。で、えーまあ、最後にというか、あと一つですね、えー。今知りたいここの部分の角度を A 度にすれば、 プラスの A 度これで A がいくつかをそれぞれから引いて求めていけばいいということになります。で、計算すると66度と出てくるので答えは66度というふうになりました。